天気予報です。九州、中国、四国は天気が回復するでしょう。近畿と北陸は昼過ぎまで、東海は夕方まで雨となりそうです。関東は断続的に雨で激しく降る恐れがあります。北日本は日本海側の雨は次第に止みますが、太平洋側は夕方にかけて降るでしょう。週間予報です。明日からは広い範囲で晴れるでしょう。この先は全国的に気温の高い日が続きそうです。天気予報でした。